こんにちは、佐久間奈緒です。今回は餃子を作っていきたいと思います。普段作る餃子とはだいぶ中身も違ってきてるので、ぜひ最後まで見てください。はい、それでは調理開始していきたいと思います。まずネギですね。よいしょ。餃子なので全部みじん切りです。なるべく細かめに刻んでいってください。ね、ニラじゃないんですよ、ネギですよ今日。ネギなんでネギかはね、きっと近場キッチンのツイッターでそのうち報告があると思うので楽しみにしていてください。私もちょっとネギ入れてね、餃子作るの初めてなのでちょっとどうなるか予想できないんですけど、まあ餃子だからきっと美味しくなるでしょう。OK、 ネギ終わりです。次キャベツなので一回ネギとかしちゃいます。なんでちょっと千切りの要領で、根気強くね、みじん切りしてください。はい、刻み終わりました。こんな感じです。次はこのキャベツとネギを塩で漬けて水分を出していきます。2つとも同時で大丈夫です。合わせちゃいます。ニラじゃない、ネギで気持ち多めに、お塩をね、ダバダバしますよ。こんな感じでちょっと時間を置いていきます。塩につけて水切りしたものがこちらになります。だいぶ量が減りましたね。しっかり水切ってあります。でこちらによいしょ、ひき肉ですね、合わせていきます。全部入れちゃいます。器用がバレちゃう。餃子の種完成です。これを包んでいきますよ。どのくらいかな、半分くらい、このくらい入れて、水も用意したので、半分つけて、よいしょよいしょ、こんな感じで包んでいきます。よし、あ、でも具の量はもうちょっと多いぐらいでもいいかもしれないです。はみ出さなければ、まあどっちでも。よいしょ。私は結構入れすぎて具が端っこからはみ出してるんですけど入れすぎちゃう。ネギ餃子ですよ、ネギ餃子。アウトドアで餃子って結構テンション上がるもんね。ここぐらいね包んでいきますね。ここに隙間があると開いてきちゃうので、しっかりここ閉じてくださいね。はい、包み終わったので、よいしょ、種余ったのでいっぱい作っちゃいました。これを焼いていきます。よいしょ。焼くときに片栗粉を用意したので、羽根付きにしたい人はそこに
つけて焼いてください。今日羽付き餃子にするのでここにね、つけていきますよ。今日はちょっと円状に作っていきます。じゃあ次は蒸していくので、ここにお水を入れていきます。よいしょ、3分の1浸るかなぐらいで大丈夫です。いきます。よいしょ、こんな感じです。ここに上にアルミホイルをかけて蒸していきます。水分がなくなるくらいまで蒸していきますね。よいしょ、かぶします。出来上がるまで、このままちょっと待って。完成しました。羽付きにはならなかったんですけどそう、綺麗に焼けたので食べていきますよ。よいしょしょしょ、いただきます。ね、ネギどうかな、美味しいのかな。いただきます。ネギ美味しいです。なんかニラみたいに匂いも気にならないし、美味しい。なんかニラよりシャキシャキかもしれない。なんか歯ごたえにアクセントができていいかも。今回も餃子美味しく作れたので、ぜひお家でもね、作ってみてください。ぜひいいねとチャンネル登録お願いします。また見てねー。